こんにちは、速稼塾の久保です。ここにね、PCR 検査キットがございます。これ市区町村で無料で配られてるやつなんですけどね、今は無料で受けれるようになったんですけども、PCR 検査で陽性反応が出たら、まあ、2週間ほどね、家庭からも職場からも隔離しなければならないということで、受けない方が多いんじゃないですかね。こういうのっていいんですかね。で、私は PCR 検査そのものに、もう疑義を感じてるっていうかね、これ茶番だと思ってますんで、受けようが受けまいがどっちでもいいと思ってるんですけども、去年 PCR 検査が販売された時にね、キットが販売された時に確かね、7万円か8万円だったんですよ。その頃に私受けて、で、試してみたんですけども、やっぱりね、これはね、あやふやだなと思いましたね。で、私が思っただけですけどね。それから遺伝子検査とかも通信できるんで、遺伝子検査の方もお願いしたりとか、まあ私の健康上のね、ことでなんですけどもね。それから何でしたっけね、楽天が販売した時も確か1回1万円ぐらいのやつだったんですよ。その後香港から4000円で取り寄せられるようになったりとか、この1年以上 PCR 検査キットなんて毎日のように手に入ったんですよね。で、今あまりにも受ける人が少ないんで、まあ無料で配布されてるんですけども、それでもね、手に取る人は少ないですね、うん、非常に簡単ですよ、 PCR とか。ただね、 PCR 検査で陽性反応が出ても感染してるかどうか分かりませんし、そもそもこれに何の意味があるのかなと。それからもっと言ったら、そのね、あの新型武漢肺炎ってあるじゃないですか。あれ誰も見たことないんですよね。見たことがないけども、誰かが言ってたとか、みんなが言ってるとか、どっかに書いてある、そういうことで存在してるっていうふうに思っちゃってるんですよね。で、現実はこういうふうに PCR 検査キットが今までね、全く使われなかったこのキットが今世界中で使われだしたってことなんですよ。なんか妙ですよね、うん、何をね、信じるか、どう生きるのか、これはもう自分で決めるしかないですね。で、社会生活を送っていたりとか、それからお勤めされていたりね、そういうふうな人間関係を持っていると、まあ、ある意味みんなに合わせないと気まずいことがありますんでね、やってもしょうがないと思いますけども、隠居暮らしをしていると全く他者をはばかることがないんでね、孤独に強くなるってことですか。むしろ一人を目指している、もう家族とだけいればいいみたいな、そんな感じですよね。私はまあ速稼塾ってものがありますんで、速稼塾の塾生とさえ仲良ければいいみたいなね、ところもあったりとか、あと YouTube やってますんで、 YouTube の視聴者さんと、まあ、一つのね、世界を作っていければいいかなっていうことになってきますけども、うん、皆さんどうですかね、 PCR 検査いかがですか。ただですよ、ただだけども、まあ受けないですよね、うん、まあそんなもんなんですよね、うん、なんか村八分みたいで怖いわけですよね。取りもなさずPCR 検査で陽性反応が出た人に対してどう思ってるのかってことが、まあ、あぶり出されてくるんじゃないかなと思います。まあ、PCR 検査で陽性が出たところで、それは感染とは違いますからね。この辺ちょっとね、切り分けて考えないと、とんでもない落とし穴にはまるんじゃないかなと思います。ちなみにオリンピックは私は反対です。オリンピック、まあ私はオリンピック昔から興味ないんで、やろうがやる前がどっちでもいいんですけどね、うん、ただオリンピックやるかやらないか、わんわんか言ってる、まあ、雰囲気が耳に入ってくるのがちょっと耳障りかなと思うところもあったり、あとおかげさまでオリンピックのネタにするとアクセスが稼げるんでそういった意味ではアフィリエイトやってた時は良かったかなと思いますけどね。今はそうですね、社会的なそういうふうな行事にもあまり関わってないですしね、どっちでもいいのかなと思っちゃいます。本当に自分の身の回り半径2キロが平和ならそれで全部 OK みたいな、そんな個人主義になってきましたね。全体主義に対する個人主義、全体主義っていうのはみんなで同じことやらないとダメとかね、1億総活躍とかね、本当に1億人の個性を踏み潰しにして全部で一つの方向に向かいましょう、欲しがりません、勝つまではみたいな感じですけどもね、皆さんどちらが良いのかね、個人主義なのか、それとも全体主義なのか、はたまた別の思想があるのか、いかがでしょうか。 PCR 万歳。